ビファーレ長崎キャプテンの岩永選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今のサガン鳥栖との一戦振り返って一言お願いします。前半から自分たちのサッカーを出すことができて、いい流れを作ってチャンスを作ることができていたけど、ゴールを奪うことができなかったっていう課題も見つかったので、そこをしっかり全国大会までに修正していきたいと思います。激戦大会での優勝、サポーターの皆さんが支えてくれました。皆さんに一言お願いします。サポーターの皆さんもチームとして一つにまとまってくれて、その場を盛り上げてくれたので、自分たちも力強くプレーすることができました。最後に全国大会に向けての決意お聞かせください。全国大会でもやることは変えずに、しっかり自分たちのサッカーを出して、上位まで絶対に入っていきたいと思います。岸田優勝おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。